ヤルミル・ミハイル・ブルクハウザーは、チェコの作曲家、指揮者、音楽学者。名前のナテン社は、ヤルミル・ブルクハウゼルとされることも多い。ピーセクに生まれる。短命に終わった、プラハの春の後、祖国の共産党から礼遇されるようになった、彼は、マイカル・ H ・ JK という偽名を使用することにより、ストリエ・アポクリファでラムジカ・カボエマと呼ばれる、過去の時代を思い起こさせるようなスタイルの一連の、 作品を作曲した。今日、アントニン・ドヴォルザークの作品において、紛らわしいことが多い作品番号の代わりとして、もしくは作品番号なしの作品について、ブルクハウザー番号が用いられる。これは、ブルクハウザーが整理した信頼性の高いドヴォルザーク作品の年代順の作品リストを元にしたものである。ドヴォルザークの作品は作曲順に出版されておらず、 出版社が出版時期に応じた作品番号を付している。ブルックハウザーはこの混乱の解消に大きく貢献したのである。1997年にプラハで生涯を閉じた。注釈。ありがとうございます。